お前が勝つよ。お待ちしていましたよ、桐生一馬さん。冴島、やはりお前も来たか。さあ勝也、いろいろ話を聞かせてもらおうか。東条会を乗っ取ろうとしていたお前がどうして俺たちをおびき出すようなことをしたのか。お話しするには役者がもう一人足りません。そろそろ来ると思いますが。こらどういうことなんや、勝也、このボケが。来るな。それにそっちは確か冴島。さあこれで役者が揃いました。ここでは少し手狭です。場所を移しませんか。さあ、訳を聞かせてもらおうやないか、かっちゃん。福岡での騒動、それに札幌での真島殺し、全部かっちゃん、お前が東条会乗っ取るために書いた絵なんか。やはりそういうことになっているんですね。はっきり言いましょう。違います。それじゃあなぜわざわざ俺たちをおびき出すような真似をしたんだ。そうしないと黒幕の正体を知ることができないと思ったからです。黒幕やと。そうです、福岡での堂島会長、山笠組斑目組長の暗殺計画、それに札幌での真島五郎暗殺、そして名古屋での安住、高知、東条会、大海連合両幹部の事故死、すべては東条会と大海連合を潰すためにある男によって仕組まれた計画だったんですよ。どういうこっちゃ、わかるように説明せ。それが私にもわからないんです。どうしてあの人がこんなことまでして私たちを戦わせる必要があったのか。その謎を知るためにも私たちはここで殺し合わないとならない。殺し合うだと。ええ、おそらくこの事件の黒幕の本当の目的は私たち4人の死です。それもただの死じゃない。ここで直接殺させ合う必要があるんです。漁夫の利ちゅうやつか。平たく言えばそうでしょう。黒幕は近江連合の最大勢力である渡瀬組と大阪工業、それに東条会の象徴とも言うべき桐生さんと冴島さんを相打ちさせた後で、その全てを奪い取るつもりなんですよ。最小限の労力でね。そこまで分かっているならどうして敵の計画に乗るように動いたんだ。そうでもしなけりゃ敵も正体を表してくれませんからね。私の推測が当たっていれば敵は猜疑心の塊のような人だ。おそらく私たちの戦いが終わった後姿を現すはずです。誰なんだ、お前の頭の中にある黒幕ってのは。それは言っても意味がないでしょう。今俺たちにできることは戦うことだけです。全ての答えを見ることができるのは戦い終わって生き残った人間だけ。なんやかっちゃん、喧嘩嫌いのお前にしては珍しいやないか。やる気なんか。
せっかくこのメンツが揃ったんだ。理由はどうあれ、血が騒ぐのは極道ってもんじゃないですか。渡瀬の兄貴。まあそれはそうやな。キルハもどうでっか。ここは一つ敵の手のひらで思いっきり踊るっちゅうのは。渡瀬、どっちにしろ遅かれ早かれあんたとは戦う必要があったんや。今ここでやり合うのも悪ない。この4人が本気で戦えば皆無傷ってわけにはいかないでしょう。最悪全員相打ち。黒幕の計画通り殺し合うことになってしまうかもしれない。でもこの中の誰か一人が生き残れば、その男は黒幕の正体を知ることができる。どうでしょう、こうしませんか。もしも自分が生き残った場合は、責任を持って今回の東条近江の揉め、そのケツを拭くと。その代わり俺が生き残った時は、東条会も近江連合も丸ごと一緒に潰してしまうかもしれん。俺は細かい計算はできへんからな。それでもええか。お好きに。勝ち残ったやつにはそのぐらいの権利はあるでしょう。上等や。つくづくバカな連中だな。要は喧嘩がしてだけなんじゃねえのか、お前ら。一つ忘れてるぜ。俺はお前たちよりずっと喧嘩に飢えてきたってこと。キリュウハン。さあドイツからやるんだ。俺はいつ始めてもいい。誰からでも相手するぜ。ほな俺が相手してもらおっか。ええか勝也。どうぞ。俺は冴島さんとやらせてもらいます。いいですか冴島さん。好きにせえ。蹴りをつけましょう。はあ。誰が一番強いのか。それに誰がこの事件の幕を引く男なのか。手加減はなしだ。殺すつもりでかかってこい。Hey!
久々の喧嘩、下手にしませんよ。おい、
西島、悪く思うな。お前とは本気でやりようてみたいと思うとった。行くで、キリュウ。する気流、そろそろどっちが倒れてもおかしないで。ああ、だがやるしかねえ。黒幕がやってくるまでまだ喧嘩をやめるわけにはいかない。そうやな。行くで。
その必要はねえ。うっ、やっぱり東京に来てくれたんだな、桐生。あいつ、なんでここに。お前は府警四課の。違う、あいつはデカなんかやない。あれはうちの親父。親父？まさか。そう、彼がこの事件の黒幕。七代目近江連合会長、黒沢翼本人です。あいつが近江連合の会長。今度は足か。やっぱり距離があるとうまく当たんねえな。くそ。おっと、まだネタバラシが終わってねえ。しばらくじっとしといてくれよ、四代目。弾はあと2発入ってる。話を聞いた後、今度はちゃんと頭打ち抜いてやるからよ。どういうことや。これどういうことなんや、親父。お、その様子じゃ全く気づいてなかったようだな。お前を若頭にさせた甲斐があったってもんだぜ。組織のナンバー2がお前みたいなバカなら、その下の連中を騙すのも簡単だからな。親父。まあ、そっちの色男は気づいていたようだがな、勝也。何なんだ、お前の目的は。俺ら東条会側の人間を殺す理由は分かる。だが、渡瀬や加瀬はお前の子分だろ。なのになぜ。子分、こいつら。あいにく俺はもっとドライでね、俺が七代目になった時からずっとこいつらを子分だと思ったことなんてなかったよ。なんやと。それが親父分の言う言葉か。手駒さ、こいつらは花から手駒。今夜ここでお前らと一緒に死んでもらうために利用しただけだ。まあ、捨て駒にしはよく働いてくれたがね。わし、教えてくれ。俺らんことけなすのは構えん。せやけどあんた、一体何がしたかったんや。渡瀬の兄貴。ほら、今めっちゃ寂しいね。ほら、あんたの命令やったらどないなことでもやってきた。あんたを担いで日本一の子分になるんが俺の夢やったからや。せやのに、なんで何も相談してくれへんかったんや。ああ、親父。それだよ、お前の魅力が邪魔だったんだよ。何やと。媚びも売らなきゃ計算もしねえ。てめえの好きなように暴れて好きなように動くだけだ。だがそれでもお前の周りには人が集まっていく。お前の魅力に引きつけられてな。
勝也にしてもそうだ。着飾って見てはいるものの、やり方は渡すと同じ、てめえのカリスマだけで組織が動くもんだと思ってやがる。俺はな、お前らみてえに泥も飲むことなく、てめえのカリスマだけで綺麗に極道やってるやつが大嫌いなんだよ。親父、いいか、ヤクザってのは所詮バカの集まりだ。だが組長ってのはそんなバカどもを操ってなんぼだ。いくらてめえにカリスマがあったところで、そのカリスマに群がったバカどもは組織にとってはクズにしか過ぎない。知恵のねえヤクザはただのゴミだ。お前らのやり方じゃ、このまま極道社会がゴミだめになっちまうんだよ。強いやつと喧嘩したい、親友を守りたい、夢を託したい、命を張りたい。お前らが夢を語れば語るほど、その夢にバカが群がっていく。だがそのバカは金も稼げない大バカ野郎たちだ。これ以上お前らがいるとな、目障りなんだよ。まずはお前からだ。死ね。かっちゃん、よかった。かっちゃん、おい、かっちゃん、しっかりせよ。おい、なんでや、かっちゃん、なんで俺のこと守ったんや、おい。だって兄貴がいなかったら、大海が八代目ついてくの、さい必ず。わかった、わかったからするな、かっちゃん。おい、かっちゃん、おい、かっちゃん。からそっち行って決着つけたるわい。決着か、バカらしい。そんなボロボロの体でよくそんなセリフが吐けたもんだな。まだ弾は一発残ってる。先に死にてえ方は手を挙げろ。なら俺が死のうか。1ヶ月ぶりですかね。黒沢会長、堂島大吾。大吾、どうしてここは。福岡で青山の裏切りに気づいた後、ずっとあなたのことを追いかけてたんでね。少し時間がかかってしまいましたが。追いかけるだと。ええ、名古屋でうちの安住と近江連合の高知が殺されたことで確信しました。今回の一連の騒動、東条会の地方組織との杯交渉、それを阻止しようとする近江連合という敵対構図があるのか、
なぜか名古屋では東条会と近江連合の両幹部が殺されるという事態が起こった。これまで実態のなかった名古屋組が急に動き出したのには何か理由があるはず。それを探る必要がありました。じゃあ名古屋で品田っていう元野球選手使って名古屋組のことを調べてた男ってのは？俺です。名古屋組を背後で動かしてる人間は誰か、それが分かれば今回の騒動をコントロールしようとしている人間も誰か分かる。そういうことです。おかげでこうしてあなたにたどり着くことができました。なるほどね。どこで俺が怪しいと感づいた？あなたに病気のことを聞かされた時です。なんだと？あの時確かにあなたは顔色も悪く体を壊しているように見えた。だが目だけは違った。あの目は何か大きな仕事をする前の男の目。余命いくばくもない人間のものじゃなかった。目は嘘をつけなかったってことか。じゃあなんでお前は俺が怪しいと踏みながら地方の組織と杯を交わすような行動に出たんだ？ろくな結果にならないことは分かっていたはずだ。こっちはこっちでいろいろあってね。組織は一度大きくなりすぎると海がたまる。その海を一掃するにはいい機会だと思いましてね。真島さんと相談しあえてあなたの描いた絵に乗ることにしたんですよ。お前の目的は東条会に入り込んだ裏切り者の一掃ってわけか？俺はあんたと違って目先だけを見ているわけじゃない。もっと遠い未来の東条会のあり方を考えてるつもりなんでね。そのためには一度どこかで全国の極道組織の長と面を突き合わせなきゃならない。いい勉強させてもらいましたよ。さあ会長、難しい話はこれで終わりにしましょう。あんたと俺が殺し合えばそれで全ては終わる。病気の話が本当なのかは分からないが、どちらにしろ行く先短い命なんでしょう。何のことだ？このビルにあんたが登っていくのを見たとき確信しましたよ。昔のあんたならこんなやり方はしなかったはずだ。堂々と向こう側のビルの屋上に姿を現し彼らをその手で殺したはず。だがあんたはそうしなかった。桐生さんたちと直接戦うことを恐れたからだ。今の自分に彼らとやり合えるだけの力はない、そう思った。違いますか？黒沢会長、お互い3万人の組織の頂点に立つ人間としてふさわしい引き際にしましょう。三途の川を渡るくらいまでは肩貸しますから。おい、何やってんだ大吾、やめろ。桐生さん、西島さん、後のことは任せましたよ。大吾、お前、これでやっと俺も六代目って胸張って言えますかね、桐生さん。なぜ狙わないんだ？選んでください。せめて極道らしく自分自身でけじめをつけるのか、それともこういう形でしかけじめを取れないのか、選んでください。さあ。あいにくそのどちらも的外れな選択肢だ。そうか。
どこまでも甘い男だ。情けなんぞかけたら命取りになるぞ。大吾！ダリア。あいつ、大阪工業の。なんでお前がそこにおるんじゃ、カナイ！ふざけるな、お前。どこ行く気だ。今からそっち行ってぶっ殺してやる。まあ、いくらお前が叫んだところでこいつは助からない。それより今後の心配をしたらどうだ。例の可愛いお嬢ちゃんのこととかな。はるかも。お前、はるかに何しよってんだ。おい、答えろ！答えろ、黒沢！答えろ、おい！黒沢！黒沢！答えてくれ。キリュウ、どうしてなんだ？どうして俺が来るとこうなるんだ。どうして誰かが犠牲にならなきゃならないんだ。なんでだ。なんでなんだ。